山形県に入りましたよこんにゃくの串があったんで、こんにゃくの串をね、からし付きで食べたんですけど思ったよりからしだった途中ね、村上城でしたっけ、村上城ね、もうね、見ただけですねあの村上城跡っていう史跡の前まで一応行きました。行って、で、散歩して、もう次へっていう感じでね、今は米沢城跡かな、向かってるんですけど、まあね、米沢はね、全然間に合うんですけどね、百名城じゃないんですよね。なんか歴史的な背景で言うと、僕は個人的にはね、米沢の方が好きなんだけどね。まあ米沢城はでも間に合う。問題はね、百名城の一つの山形城ですね。山形城が16時で、ただいまの時間14時35分で、米沢に着くのが14時36分で、米沢から山形で多分1時間ぐらいかかるんですよね。どう考えても米沢でスタンプ押したりとかしてる間のことを考えると、山形城間に合わないんですよね。ということで、ただいま山形城で日が暮れようとしております。山形市ですね、頑張ってきましたよ。米沢からの山形っていう流れだったんですが、最上なんとか記念館が閉まるまでに来ればスタンプを押せるっていうことで、山形城の中がね、見れなかったのはちょっと残念なんですが、吉明記念館結構無料でちゃんとしてたから意外と面白かったですね。直江軍のあの鳥のマークのあの旗とか軍旗とか、普通にあれ多分現物でしょうね、現物が飾ってあってすげえと思いましたけど。それでは行きましょうか。仙台市、ちょっと調べてあるんですが、仙台市に宿取るとバイクとか駐車場がない問題があって、ここだな、バイクの駐輪場があるっぽいんで、そこの近くに宿を取りました。じゃあ、ありがとうございます、集まってもらって。お疲れ様でーす。あ、マスクしてるままだったトカさん、お久しぶりです。東京ぶりです。中野のイベント以来、何年前だよって。もう4、5年前じゃないですか。あれ、なんで仙台にまあ、いろいろといろいろと一身上の都合で、一身上の都合でシティーボーイだったの、東京出身のね。そうね、仙台は電車来ないから、人いないから、めっちゃ楽よ、本当にね、本当に助かるよねいつでも座れる。じゃあ、お姉さんが失敗するとこ撮ろうかな。ひどい、飲めないくせにワイン食べる。お姉さんの方がいい。はい、始めた半年なんで。半年でその手つきやばいっすよ。その持ち方持てない。なんか日本酒的なあれですね。そうですね、もうお気に入りみたいな感じで、マスにこぼしていただける。へえ、ありがとうございます。あ、行っちゃいます。はい、お待たせしました。ありがとうございます。